よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。ですね、あれ、アイテム整理で、こんな感じにアイテム整理をやってまーす。はーい、こんな感じですね。このレギン・レイブンは、ハマーを使ってやるのと、あとエリークの持っているレイピア、こちらも、まあ、あと7回ぐらい使ってから、あれしようかなと思っております。で、これ M シールドとか結構強いんですね。うん、まだ使ったことはないけど、能力が、M シールドすごいんだよ。隣接する味方の魔力を上げるっていうね。いいね。めっちゃいいじゃん。あと、聖水とかもね、あるってこと全く知らなくて。で、買い物して、こんな感じにやってます。アメリアはね、攻撃力が強くないから、こんな感じで強い武器を持たしてます。あとね、まあ、ディスセルとかギリアムは、強いからね。まあそんなに強くも、強いもん持たさなくてもいいかなと思っております。逆の方がいいんかな？あ、ギリアム逆の方がいいな。強い武器持たした方がいいのか。強い武器というか、重たい武器か。重たい武器持たした方がいいな。鋼の斧とかの方がいいんかな、うん、そんな感じがするわ。買ってこようかな。買ってこよう。絶対そっちの方がいいよな。重たいやつは2回攻撃とかできない代わりに攻撃力高いやつを買っておかないとあれなんだよな。よしよしよし、鋼買ったぞ。えい、で、なんとかのお守りとかはつけてないかな。確かつけてなかった気がする。うん、ま、お守り系はちょっとそんなに、まあ、必殺が出なくなるとかは、まあ、たまにつけてもいいけど、まあ、常につける必要はないかなと思っております。で、今回からは話を飛ばしていきまーす。もう、こっから戦闘だけだね。イエーイ。楽でいい。まあ、話見るのも好きなんだけどね。あ、ここか。ここは、どうだっけ。あー、ここか、覚えてるわ。これ結構ね、強いんだよな、敵が。あれ、ここじゃない、あ、ここじゃねえわ。これは足をもうぶっ飛ばしていかせれば問題ないだろう。ダメリアと、あ、アメリアとディッセルでちょっとぶっ飛ばしていこうかなと。あ、これ、あれ、エリーク動けるんや。やっぱエフラムが、あれなんだな。あれだからあれなんだな。主人公だから、エリークも動かせると。固定かと思ったわ、普通に。で、どうしようかな。サレフ、こっちして。あ、ミルラがいる。今回からミルラいるんか。でもこれミルラのさ、これなくなったら終わりよな。ミルラ弱いな。強いな。強いな。は？魔防27ってやばいな。いや。じゃあ今回もやっていくぜー。ああ、セーブしなきゃ。やっていくぜー。イエーイ。もう楽勝だぜ、こんな奴ら。2しか食らわんぞ。あ、そうだった。前回の続きだったから忘れとったぜ。うえ、痛くないぜ。2しか食らわんからな。48も HP あって2しか食らうなんてやばいな。オフ。いくぜー。エフレムは戦う必要ないから、とりあえず、エリークだな。はい、どんどんいけー。テオノー。ファイヤー！オッケー。いけいけけー。どんどんいけー。怖くないぞ。何も怖くないぞ。あ、ミルラちょっとやっ、育ててみたいな。でもすぐ新生だな。そんな気がする。戦闘をちょっと見たい。1回でいいから戦闘見たいよな、ミルラの。だから結局俺ミスしないもんな、1回も。このゲームってかパートっていうかね、ちょっと見たいところはある。がしかし、あ、アメリアの攻撃剣を育ててから、あれつけようかな。アウトドアつけようかな。つけさせるようにしようかな。あ、つかエフラもあれや。まだあれやってなかった。あ、危ない。しかも装備してほしい。ねえ。
で、カミルーラーの攻撃。うわ、強い。めっちゃ強いやん。威力ゼロってやばいね。あ、でも50回しか攻撃できんのは痛いな。あ、でも普通にやばいな。普通に弱いな。やっぱ弱いのに変わりはないな。50回ってどうなんだ？あんま戦わん方がいいのか、それとも戦った方がいいのか。とりあえず敵は倒しとかな。あ、どうしようかな。これ絶対倒しちゃう。お、倒さない。よし、じゃあミレラちょっと見てみるか。うわー、ちょっとすげー見たかったんだよな。 67% か、まあ大丈夫だろ。ドラゴンになるのね。おー、すげーかっこいい。おー、しかも炎。おー、めっちゃレベル上がるやん。あ、もしかしてさ、これハマーンとかでさ使って、こいつ使い続ければさ、まあだけ最大で150回しか戦闘できんけど、攻撃できんけど、すげえ強くなるんじゃね。おー、いいね。レピーや。でもね、ハマーンもうなくなるんだよな。1、2、2個絶対使うから。レイピアとレイブンなんたらで、ハマーンが足りんな。おお、いい上がり方。設定でオフと。オッケー。アメリアあんま攻勢もいいな。とりあえず進もう。ノール倒したいけど、無理だな。デュッセルレベル12か、やばいな。こいつ倒すか。あー、無理だ。ダメだ、こいつで倒さなきゃ。鉄の鋼の鋼の、なぜならサレフでここで攻撃。サンダー倒すこい、倒すこい、倒すこい。オッケー、さあ来い。あ、はい。あー、倒しちゃうか。敵を倒すのはね、ミラルがいいな。ミルラか、ミラルか、ミラルってなんか聞いたことある。ミルラか。これハマーンをして、ハマーン、オッケー、全開、完璧に全開、完璧に全開。45回やばいな、これやばいな。めっちゃ強い、めっちゃ強いぞ。もうエフラム無敵やな。無敵のエフラムだな。で、こう戦略した後はあれだもんな、マスターロードになっちゃうから。いいね、最高じゃないか。いけいけい。やっぱ遅いな、移動が。えー、いいよ、来て。全然、前回だとあれか、前回 のノーマルモードだったらあれか、ノーマルモードってか、最初のエリック編の時はここら辺はレベル上げしてたもんな、実際。ちょっと見るだ見るだ、届かない。近接攻撃しかできないのは痛いな。ジストもレベル上げたいところだからな。こっち魔防高いんか、10か、まあ、そこそこある。高っ、魔防高っ。こんなに魔防高かったらさすがにや負けないんじゃないか。27やぞ。27ってこと、これで攻撃したときに7やろ。多分魔法、敵の攻撃0や。魔法強、これでいいわ。エフラーム、あ、攻撃回数があるんか、ちょっと見せたな。そうだって、あんま攻撃できないの忘れとったわ。あー、サフレ、サルフでいい。サンダー、オッケー。
お、扉の鍵。いいね。あ、確かに。お、でかくなった。すげえ。あ、こんなになるんや。あ、そう、攻撃しないから。いや待てよ、関係あるんじゃないか。戦闘回数だと思うし。あ、まさか、やばいね。戦闘回数、それとも、あ、戦闘回数じゃないね、攻撃した回数だ。やった。おい、27ぴったり 100% ボーン、オッケー。ドゥルル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 ル、いやいいね。おお、お、は、上がりすぎやろ、やば。お、レベル上げだな。ミルラレベル上げしよう。あとみんな無視、みんな無視しろよ。ミルラのレベル上げたいな。めっちゃ魔法が高いからな。遠いな敵が。あ、扉の鍵ってここか、ここで使うのか。もっと奥かと思った。はい。あー、こいつうざいな。お、宝の鍵持ってんじゃん、こいつ。はい、おはようございます。はるばる取ったな、馬か。じゃあ鋼の剣で、斧でファイヤー、ファイヤー、いやー、バーサークめんどくさいな。バーサークなったらめんどくさいよ、マジで。そっとめんどくさいぞ。バーサークなるなよ、マジで。バーサークなったらめんどくさい。誰なったらめんどくさいかな。サレフなったらめんどくさいな。ノールやったらいいな。あ、うん、ノールでやったらいいけど、なってほしくはない。うわぁ、うぅ。はい。はい。弱いな。ここ敵弱いな。全カットしてもいいぐらい。なーれー。バーサークは誰が受ける？ノールか。お、来た。ノールか。ノール十分だな。うわぁ、来た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 。うわ、今挟まれたんじゃない？あ、びっくりした。挟まれてない。あぶねえ、ギリギリ。こいつらふざけてんな。あ、しかも今回装備持ってきてねえわ。いざいや、 82% で死ぬぐらいなら死ねえ。よし、オッケー。トゥー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 っと。あの、今バーサークなったらちょっとやばいな。これどうにかできんか。どうにもできねえわ。あー、ちょっとやばいな。下手やりで2回コード攻撃されなーい。まあ、とりあえず、で、サレフしたとこか。ギリアム上行って。こいつだな。こいつなら先に倒さないか。必殺の値値がないんか。いいね。26。オッケー。うーわっしゃい、オッケー。オッケー。よかった。26×2 にしとってよかったわ。しょぼ。上がれよ、もうちょっと。なんかもう限界なんか、お前は限界じゃない、全然限界じゃない。もうちょっとよく上がれ。よし、ミルラ上のやつ倒すか。お、29、オッケー、倒すこーい。いいねー。おお、めっちゃいい上がり方するな。なんかこれなんか標準なんかな。いや問題ねえやろこれ、一人で行かし問題ねえやろ。回復だけしよっか。特効薬か。傷薬。オッケー。はい、どすこーい。うわ、強い。はい、レベルアップ。弱い。絶対こういう上がり方するんか。5個、5個以上は上がるんか。効かないぜ。魔法なんてマジで効かないぜ。それは効く。それは痛い。痛くないぜ。
とりあえず斧のやつ先に倒せ。痛いぜ痛いぜ、やめて。バーサークだよ、バーサーク。問題は、うわ結構食らう。うわなんか来てんじゃん。あ、バーサーク捕まえたし、届かんやった。てかなくなったんか。あれなんかこいつ捕まえた、届かんやったんや普通。さレー、助けて、私は無理。あ、しかもハマー持っておけよ、絶対死んじゃいけない。サンダー、オッケー、絶対死んじゃいけない。農具を傷薬、宝の鍵か、下か。これ近く、ドアどうやって開けるんや。こいつら持っとんか、届かんだろう。あー届かんよね、もちろん知ってたよ、鋼の槍。わこれやばいな、こいつこいつやばい。必殺のあれ持ってる武器を、ルナやったから。よーし、まずこの斧を倒して、わー31か、まあ、2しかクランキーか。ほらオッケー、よーし着題で、エリークのレベル上げたいんだよな。相手剣だな、エイリークのレベルをマックスにしたいんだよな、早く。ここでマックスにさせたい、正直。でもう来た瞬間にマスターロードを2人いっぺんにさせるみたいな感じでいきたいんだよな。ほいやー、いいね、実に能力値が高くて HP 低いっていうね。でも全然問題ないな。よいしょーい、よいしょーい、いいね、エリーク。おー、エリークちゃーん。いい、全然いい、全然いいよ。レイピアついて、あ、やべ、レイピア装備させちゃうんか。あ、なくなっちゃう、あ、なくなっちゃった。まあいいや、レイピアぐらいいいや。あ、じゃあこれでマスが1個増えたから、もう全部ミルライン使おうかな。あの、ハマン。ハマンのやつな。サレフも強くなってきたぞ。いいよ、今回。激戦を乗り越えたやつらには、えい、うわーっと、もう一体来るんじゃないか。あっぶね、もう一体来る。あっぶねー、ずるいよーその攻撃は。うわ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 、お前もやばいよ。うわーマジこいつら、うわーいっぱい来たし、ここでいっぱい来る。うわーマジかよ、ここでいっぱい来るのかよ、ふざける。しかもこいつは強いやつらやし、届かんし、届くし。あーどうしよう、あーどうしようかな。とりあえずこいつ倒す、こうで倒す。2回攻撃できねえのかよ。ここに来て交換で、よいしょ。ジストもな、そんなに強くないからな、負けちゃうっちゃ負けちゃうんだよな。レイブン、ここはしょうがない、使うしかない。これでエリークは死ぬことはないでしょう、おそらく。オッケー、これは絶対死なんだ。めっちゃいい、めっちゃいい、絶対5上がるのいいな。ヘルファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、オッケー、十分。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。